高木原千代は、日本の雑誌記者、教育者、政治家、衆議院議員、女性初の大義士の一人、旧姓和間の、現在の静岡県三島市に生まれる。1917年、フェリス和英女学校を卒業。1919年、青山女学院英文専門家本科卒業。同年、雑誌、夫人の友の記者となる。自由学園教授などを経て、 1927年に経済学者の坂木原岩尾と結婚。結婚後、夫と共にドイツとイギリスに留学する。マルブルグ大学、セリオーク大学等で調校する。帰国後、夫、岩が福島経済専門学校教授に就任したことにより、福島県に移り、福島高等女学校で教鞭を取る。 第二次世界大戦後初の選挙となった1946年の第二十二回衆議院議員総選挙に日本社会党から立候補して福島一区で当選する。同選挙が男女普通選挙制度を採用した初の選挙であったため女性議士第二子第一号の一人となった。翌百四十八年の第十三回衆議院議員総選挙でも再選し、 片山内閣で女性初の司法政務次官に就任した。1949年の第24回衆議院議員総選挙で落選。1951年、国立大学管理法制定委員になる。同年からフェリス女学院理事長、青山学院理事を務めた。その他、国際キリスト教大学の創立委員及び、同大学評議員、商工学院委員長を歴任。 東京家庭裁判所調停委員も務めた。1987年4月28日死去。ABE はお1999、P168、ABCDEFGHIJKLMN、日本女性人命事典1998、P477、ABCDEF 講談社2001、P830。 abcdefgh 衆議院議員名官 1990p292abcd 人物レファレンス辞典 2013a2013p1251abcdef 政治家任命辞典 2003p292 デジタル版日本人名大辞典プラスハットデジタル版日本人名大辞典プラスありがとうございます